さん、奥万長者合宿女性はいなかったんですね、まあ、男ばっかりですよねで女性がなんかビジネス始めると結構イけてるっていうのは私も実感するんですけども逆にそれ分析したこともあってねおそらくなんですけどもうんまあ男性はね社会に出て生涯仕事をするっていう前提で選ぶんですよ収入源っていうのこれねある意味仕方なくそうするしかないと思ってやるんですよ で、女性の場合はどこかで自分の稼ぎを肩代わりしてくれる男性に出会えるというふうに思ったり実際に若い頃おごってもらったりとかするんで金銭的負担はそれほどかかんないんですよねでもある年齢を過ぎると自分にお金を払ってくれる男性がいないってことに気づいたりまあ結婚できてれば別なんですけどもやばいってなるんですよねでその時に本気度を増す女性はいるなと思います男性の場合はなんかねあの 仕方がないけども嫌なんだけども自分を養ってくれる人はいないしいてくれたとしてもちょっとかっこ悪いんでしょうがないけど自分のぶ、えー、食いぶちぐらいは何とかしようかなといつも思ってるんですよねだからそこが大きな差でじゃあビジネスをやった人がなんで女性はねうまくいきやすいかっていうとそもそも女性がビジネスをやろうと思わないんですよ、ほとんどの人は何とか誰かに何とかしてもらおうと思ってるんですよねで一部ちゃんと気づける人が 誰かにもたらされるってことはないんだ自分で掴んでいかないといけないそうなると自分の女性としての魅力も掲げながら結果男性との縁が増えていくで、えー、共同生活できたりとかお互い支え合ったりとかできるんじゃないかなっていうふうに思うんだろうなと思うんですよ。集団的自衛権ってものがありますけども自分の暮らしや自分の国を守ろうとするそのために必死に働いてる国を見て応援しようかなと思うわけですよね。でも 自分の働きとか防御とか交渉とかいい加減でね何かが起きた時には集団的自衛権を要するに共同生命を立っている国が代わりに戦ってくれる代わりに自分の命をかけてくれるっていうふうに思うとやっぱり手伝いたくはないですよねうんだからやっぱあのそういう姿勢があるかどうかじゃないかなと思うんですよね自分でやってやるっていうふうな姿勢がで男性の場合はやっぱりビジネスを志すんだけどもまあ本業があるしみたいな感じなんですよ でこの本業が不満で辞めようとしてるのになんか、ね、ネットビジネスやっていつも思うのが本業があるしいざとなったらこっちがあるしなんですよねいざとなってるからその本業を捨ててくるはずなのにどういうことなんだろうと思いますよねで最近アムエがやりだめに挙げられてますけどもこういう風な映画監督がいます岩井俊二監督なんですけどもそもそも悪役という人間は存在しない 悪役とという視点が存在しててるだけだけってことなんですよじゃあアムウェイがねインチキビジネスなのかってことですよじゃあなんでアムウェイっていうのは世界中に広がったんでしょうかそれは世界中の人が商品を買って利益をアムウェイという会社に送り続けてそれで良しとされていた記録が歴史があるからなんですよでその歴史がずっと続いてきて今現在ビジネスのセンスがない人がむちゃくちゃなやり方でアムウェイの意向を借りてね身勝手なことをするから 結果的にアムエっていう真に真っ当な会社に粉がかかってくるってことですよねで当然使用者責任があるんで、えー、アムエの意向じゃなかったとしてもアムウェイを名乗る人のせいでアムウェイ自体が営業停止になるとかっていうことなんじゃないかなと思うんですよだから営業停止になったのがここ数年のことだとしたらここ数年の会員の責任ですよねこれはねずっと営業停止処分なんて食らわずにやってきた人にはいい迷惑だと思います だからアムウェイ全体を悪く見るのかビジネスが全然センスがない人がアムウェイっていうところに入っちゃって強引なやり方をして迷惑かけたのかってことを考えるかってことなんでしょうねきっとだからアムウェイとかネットワークビジネス一括りにして悪いっていうのは随分と責任転嫁とか全然関係ないだろうなとうん所詮ビジネスの一形態なんであのそれを動かしてる人間はどうなのかとかそこにお金を払ってサービスや商品を受け取ってしまう その人にはだから結局ねアムウェイっていうネットワークビジネスの話をするとかしないとかを告知せずに行ってみたら <laughs> アムウェイとかネットワークビジネスの話だったっていうのは法律上ダメだけどもでもそうだとしてもね行った先で「え何そういう話なの?」 だっったらいいよって断れななかかったのは誰なんですかと断らない選択をしてずっと話を聞いたのは誰なんですか誰がサインをしたんですか誰が購入する金額を決めたんですか誰が銀行口座からお金を持ってきてよいしょって振り込んだんですかと考えた時にそれを一発でね騙されたっていう言葉で済まされるぐらい自分の選択っていうのはどっか行っちゃったんですかってことですよね。じゃあ仮にですねアムへの プレゼンを受ける時にフランス語で受けてたらどうですかそれでも契約しましたかってことなんですよ要するに相手の言葉を認識して選び続けて判断し続けた結果サインをしたんでしょってことですよねうんやっぱり私はどうしてもねそういうふうに思えてならないですよもちろん意図的に騙すやつも悪いやつだと思いますよでもこいつは騙せると思わせた方もそうじゃないような賢さと毅然さを持って防衛していかないとじゃあ 悪いやつにいくらでもかもられてあいつが悪いこいつが悪いでいいんですかってことですよやっぱ見抜けなかった自分には何がしかの問題があるんじゃないかろうかとかねそれこそ天気予報を見て雨だっていうから傘持っていったらあ雨降らないんじゃないかなってでも傘を持っていくって判断したのは誰なんだと天気予報は一意見として雨と言ってるけども本当なのかなと思って上空を見上げるとかってしなかったんですかってことですよねだから何でもこれが正解ですって結論を求めてこういうことになっちゃうんで。 それは嘘かもしれない。もしくは次は事情が変わるかもしれないっていうふうに、自分の頭を使うことっていうのはちょびっと余地を残した方がいいのかなと思います。ね。何でもかんでもあいつは悪党だっていうんじゃなくて、この立場から見たら悪党だけども、そいつの立場から見たら本当は誰が悪いのかなとか、そういうことを考えることも必要なんじゃないかなと思いますよね。